さあ行きましょう。イベントあるって主も参加してみれば。私は気が向いたら。調査レポートナンバー004、ディアボロスの雫。ディアボロス細胞によって作られた赤き液体。その液体を舐めた者には莫大な力と不老の肉体を得ることができ、ディアボロスの雫には副作用こそないものの、定期摂取の制約、一度に生産できる数の制限が。結局は事前に分かっていたことの答え合わせ。分かってはいたけど、しかもこの資料結構最近のもの。現代の技術力がありながらこの程度。雫は不完全なものなのに、どうして使い続けている。ああ、意味不明。私だったらこんな状態、許せない。こんな気分の時は、特製栄養食、カロリンメイト、決めてやる。はん、おっと、荒れてるね。何かよ。飲み込んでから喋りなよ。追加の資料を持ってきたんだけど、邪魔した？ごく。別に。ドア開けっぱなしだったから黙って入ってきちゃった。はい、これ。その辺に置いといて。じゃあこの書類の山の上でいい？いいよ。それにしてもイータが感情を表に出すなんて珍しいね。原因はそのレポート？まあそんなところ、新しい情報はあんまりなかった。ガーデンが事前に調べ上げた情報の答え合わせって感じ。まあ私たちの調べに間違いがなかったことは喜ばしいことでもあるんじゃない？それは組織的な目線。私にはどうでもいい。私は科学者。無知は恥。不可能を可能にするためにいる。今日はなんだか情熱的。いつもと言って。それで問題はディアボロスの雫に関しての報告。私ならもっとうまくやれるのに。ふーん、察するに不完全品に対する怒りってところかな。まあそういうこと。なるほどね。イータの気持ちは大体理解した。それでイータはどうしたいの？もしかしてディアボロスの雫の完全版を作りたいとか？わかんない。不老の薬の完成、それも悪くないけど。まあ独断でやっていいレベルの物事じゃないよね。また王族の血とかディアボロス細胞とかがいるんでしょ。
ガンマに頼めばなんとか。三つ星じゃ買えないよ。お金ならなんとか。お金で解決するわけないでしょ。そもそも研究費はガンマの稼いだお金だし、ガーデンのためのもの。え、今舌打ちした？気のせい。まあほら、教団側にも事情があった可能性もある。それこそ予算とか人間関係とか。ナイツ・オブ・ラウンズだって12席もあるんだ。12人の偉い奴らのわがままを同時に叶えつつ不老薬を作るだなんて無茶な話。ゼータ、なんか調べてない拠点とかない？調べてない拠点？まあ潜入任務中に見つけた場所はいくつかある。未報告だったりのもね。未報告？情報隠してる？いやいや、その言い方は心外。隠してるわけじゃない。必要に応じて情報を伝えてるだけ。曖昧な情報はかえって組織に混乱を招く。手がかりがあるなら教えてほしい。どうして？不完全品、許せない。それに堕落した科学者たちも許せない。イーター、教団に興味を持つなんて珍しいね。イータが喜ぶような情報はあったかな。そういえば少し遠くの都市に古い研究施設のような場所があった。研究施設？教団の？おそらくね。中に入って軽く調べたんだけど、何かの研究に使われていたことは間違いない。何かの理由で破棄されて今は使われていない様子だった。その少し遠くの都市って？学術都市ラワガス。学術都市ラワガス。そこまで教団の息が？これは私の勘でしかないんだけど、今回の聖域の一件からして教団の影響が及んでない場所なんてほとんどない。怪しい場所は怪しんで叱るべきだと思う。それに頭のいい人間が集う場所の近くだなんて怪しまない方が不思議だ。ああ、頭がいいと言っても言いたほどではないよ。当然。じゃあラワガスの研究施設は優先的に調査しよう。アルファ様の方に調査依頼をあげておくから、そのうち招待が編成されて。今回は私が自ら。ちょっとイータ！我慢無理。ゼータ案内よろしく。場所がわかるのはゼータだけ。わかったから降ろして。少し長旅になるし簡単な支度はしていこうね。逃げないから。イベントっていいよね。私は一人でも参加するよ。
せず。まだ？もうすぐだから我慢。ここが例の場所。これは爆発が起きた痕跡。前に私が来た時もこの状態だった。なんでこんな状態なのかは私も知らない。可能性としては施設を放棄する時に破壊したのかも。前と様子が変わってないといいんだけど。まあとりあえず中に入ろうか。戦闘は任せた。はいはい。暗いから足元気をつけて。魔力を光源にしてるから平気。そんなに長い通路じゃないからすぐ着く。外壁削れてる。おそらく爆発の影響。吹き飛ばされた資料とかもある。焼け焦げて見れたもんじゃないけど。確かに研究施設。この辺はまだただの通路。もうすぐ出口だ。巨大な扉。驚いた？近くで見たい。特殊な扉。開きそうにない。前回来た時は分からなかったけど、聖域の報告書を見た後なら少し分かる。この紋章を見るに聖域が関連している場所と見て良さそうだ。それにしてもここ奇妙だと思わない？周辺はめちゃくちゃになっているのに、この巨大な扉だけは無傷のまま。確かに強い防御効果のある魔力。それほどまでに大事なものが。もう少し周りを調べてみようか。ゼータ、ここ見て。装置がある。本当だ。これはアーティファクト。何かに反応する装置みたいだけど。解除するための何かが必要。多分扉を開ける装置。今は扉は開けられないけど、一歩前進ってことか。この辺りはもう調べ尽くしたし、あとは瓦礫の下とかかな。で、イータ、聞いてる？この床、おかしい。床？踏めば、押し込める。怪しいね。罠かもしれないから慎重に。えい。ちょ、そんな警察に！お、何か出てきた。これは隠し扉。もしかすると大扉の解除のヒントはこの中に。多分そう。入ってみよう。ゼータ、手の込んだ仕掛けを見る限り、ここに何かがあるのは間違いない。それにこの雰囲気は報告にあった聖域の仕組みに近い。少しだけ準備してから入ろう。準備？
ここは聖域？いや、それは違う。アルファ様たちが調査した聖域は消滅しているはずだし、ここは全く違う場所のはず。ただ内部の仕組みは同じように見えるし、言うなれば聖域の元になった別の聖域って感じかな。なるほど。そういえば、なんで入る前に着替えたの？入り口の様子から別の聖域の可能性は予想していたんだ。イプシロンの調査報告によると、聖域には中心に近づくほど魔力を吸収する仕組みがあったらしい。まるで怒りで書き殴ったように、かなり強調された文章で書かれていたからよく覚えてる。さすがイプシロン。そうだね。多分魔力に頼る我々にとって重要になる情報だって判断したんだろう。イプシロンは気が利くからさ。スライムで生成したものの形が維持できるのはせいぜい1分程度ってところか。遠征用の私服を持っててよかった。スライムスーツに意識がいかない方が私たちも何かあった時に対処しやすい。私は別に裸でも気にしない。それは気にしてよ。それにしてもここはミドガルオートに似ているね。言われてみれば。今よりちょっと古い気がするけど、見たことある場所がちらほらある。これからどこをどう調査すれば。あの辺りとか怪しいんじゃないかな。普通の店にしか見えない。あのお店、ミドガルの建築様式じゃないし、現在の王都では別のお店だった。まあ校舎は時の流れもあるからあんまり当てにならないけど、観察眼には自信があってね、未開拓の地の違和感には敏感なんだ。普段からやってるの？当然、もう癖みたいなもの。へえ。じゃあここはゼータに任せる。決まり。じゃあ行こうか。また飛ばされた。ここは資料庫？なるほどね。ん？この聖域は知恵のある者だけが先へ進める仕組みになっているんだ。迷路とか知恵比べに近いかな。力任せのバカは永遠に目的地へたどり着けない場所ってわけ。どっかの誰かさんなら犬死にだ。頭脳派の私たちなら余裕。うん、完璧な人選だね。とりあえず怪しい資料がないか調べ。うわ、魔物。ここを守る番犬ってことかな。つくづくワンちゃんは私の邪魔をしてくるね。魔力には頼れないからちょっと手こずるかも。イータ、後方支援は任せ。待て、イータ、どこへ？あの資料は届かない。ねねね、うんねねね、今魔物の排除が先じゃない。戦闘はゼータだけで十分。それじゃ。
やるしかない。イベントっていいよね。私は一人でも参加するよ。スライムスーツがない以上、普通の攻撃すら致命傷になり得る。攻撃は受けないように注意しないと。防戦一方では分が悪い。ここは地形を利用して対処する。常に1対1になるように戦えば複数相手でも勝機はある。今だ。はあ、よし、素早く次。よし、これで私を追っていた魔物は片付いたかな。あれ、一匹足りないような。助けてー。いいと、今行く。いいと、無事。せい。スライムが使えないイーター、弱そう。こいつ、私が弱そうだからって狙ってくる嫌なやつ。あ、ゼータ、早く助けて。私はさっき見捨てられたんだけど。適材適所。それにゼータが引きつけてくれてる間、めぼしい資料を集めておいた。世の中助け合いだよ。説得力全くないけど、まあいいか。ありがとう。どういたしまして。それで資料は。ああ、これこれ。うわ、短時間でこんなにも。すごいね、ピーター。一箇所にまとまってた。研究者は熱中するとその場を離れたくなくなる。重要なものは自分の周りに固めがち。それ単にズボラなだけじゃ。効率化と呼んでほしい。はいはい、効率化効率化。ちゃんとした科学者ってのもいるんだろうけど、イータといると印象が偏っちゃうな。とにかくこれ見て。お、どれどれ。これってディアボロスの雫に関する資料。へえ、ちゃんとあったんだ。この資料、日付は1000年前。資料を見ると雫の概要が載っていた。え、それってつまり。ディアボロスの雫の概要はこの頃からほとんど確立されていた。でもネルソンが作り上げたものは概要そのままで、この頃から全く変わっていない。私の想像以上に使えないやつら。でも
この製造方法を確立するような人物はいたんだよね。それについて書かれてないかな。この資料には載ってないな。イータの方はどう？学術都市化計画。この資料が怪しい。本当？どんな内容？学術都市ラワガスはもともととある優秀な科学者の別荘の研究室から始まり、拡大していった都市らしい。彼は狂気的なほどに好奇心旺盛な科学者だった。いわゆるマッドサイエンティストだけど、実力は確かで、彼を中心に優秀な科学者が集まり始めた。そして技術が発展し、都市化。それが学術都市ラワガス。その優秀な科学者の名前は？ロード・ラワガス。学術都市ラワガスの初代学園長らしい。なるほど、手がかりが増えたね。もっと詳しく調べてみよう。つまり分かったことをまとめると、ロード・ラワガスは優秀な科学者として知られたマッドサイエンティスト、そして学術都市ラワガスの初代学園長だった。彼は自分の好奇心のためなら何にでも手を出すような人物で、雫の研究にも率先して関わるようになる。彼は自分の好奇心のためなら何にでも手を出した。教団に気に入られ、不老の研究に見入られたことにより、禁忌の道に足を踏み入れてしまった。彼は最終的に昔のナイツ・オブ・ラウンズの第11席で、ネルソンの席、強欲の前任者にあたる。それだけ教団にも気に入られていたということだろう。そしてここ別の聖域は、いわばラワガスの隠れ家。昔の小さな研究室では抱えきれなくなって拡張した、別次元の別荘ってところかな。表向きは天才科学者であり学園長、裏では教団の研究に手を貸していたイカれた科学者というわけだ。ただなぜディアボロスの雫を完成させなかったのかは謎。これほどの実力があるならもっと早くできたはず。ある時期からの資料が全くない。おそらくラワガスに何かがあった。でもここにある資料でわかるのはここまで。あくまで推測でしかない。大扉の解除キーもまだわからない。そうだね、ここは十分調べたし、他の場所も調べてみることにしよう。賛成。イベントっていいよね。私は一人でも参加するよ。